諸葛亮を率いる蜀軍は南安、天水、安定を落とし祁山を制圧。また天水の麒麟寺と呼ばれる知遊兼備の将脅威も得た。勢いづいた蜀を止めるべく、魏は希代の知将司馬懿に軍を一任。諸葛亮は要衝街亭に馬謖を派遣し司馬懿に備えた。だが司馬懿と馬謖では格が違いすぎた。街亭は魏の手に落ち、諸葛亮は魏を攻略するための足場を失う。蜀軍は一時撤退を余儀なくされた。それでも蜀の将兵は、民は劉備が目指した陣の世を渇望した。以後北伐は長年にわたり繰り返される。蜀と魏双方譲らぬまま時は過ぎた。そして諸葛亮の体は病に侵される。己の命数を見定めた諸葛亮は脅威を連れて最後の北伐に臨む。決戦の地は五丈原、相手はあの司馬懿。劉は最後の力を振り絞って劉備との約束を果たそうとしていた。この戦いで勝利への確かな道を敷いておかねば。私の命運が尽きる前に。少将、こちらでしたか。準備が整いました。号令を。脅威、この戦あなたが指揮を取りなさい。は、しかし私にはまだ。私も刺しましょう。あなたには学んでもらわなくてはならないのです。わかりました。さあ脅威、皆に進軍の合図を。少将。俺、黄巾島に襲われた村の出身なんです。それ以来劉備殿を追いかけてここまで。ですが劉備殿は亡くなりました。そして陣の世は未だ。俺も年を取りました。あとは息子たちに夢を託します。父さんは俺たちの誇りなんです。これからは俺たちが陣の国を目指します。劉備様の夢、父さんの夢、俺たちが叶えてみせます。我戦う敵必ず倒す。司馬懿は抜け目のない男だよ。俺たちも気を引き締めていかないとね。上昇の期待がかかっているのだ。司馬懿などに負けはしない。司馬懿の知略は侮れません。おそらく厳しい戦いになるでしょう。ですが何としても勝たねばなりません。孔明様のためにも。元帥様、
トラ戦車を戦車しておきました。全軍進軍開始。はっ。上将、必ずご期待に応えてみせます。要所に向かって進軍を開始します。遅れないようにしてください。私もあなたに習いましょう。一冊終点雷鳴さん、聞くことがない。このまま負けではない。目標、敵本陣。全軍、力の限り突っ込め。雷鳴さん、芝居の身になって策を読み切らねば。私が奴なら食本陣周辺の崖に兵を置く。この先に登れそうな場所があります。そこから崖の上に向かいましょう。やめていただきたい。やはり伏兵が潜んでいたか。少将、すぐに参ります。少将、お待ちです上昇を頼ってばかりいた。上昇の思い、戦勝をもって
して答えてみせます。おがつか上昇にあだらす者に容赦はしない。各位覚悟しろ。私の心情は一つ、今できることを精一杯だ。私の体は限界だ。だが諸葛亮ももしや。これほどの才とは、私の予測を超えられるのはあなただけです。伝令、敵の援軍が到着した模様です。となるな。敵将討ち取ったり。